ヤガチャガチャンネルは。まあでも今はこれしかないから、まあ一回しょうがないか、先進むか。でこれでいるのが分かってギャオーってなるからスイッチつけて、でいらっしゃっていただいて、ハンドガンでやるか。うい。でもこれに関しては一方通行ですよ。 OK で一体やって、もう一体いなかったっけ、大丈夫だっけ。ここ今カーンと落としたな。音楽もなんか速くなってそれを示唆してるな。向こう側にいんのかな。ビビりすぎもよくない。レッツゴー。あ、来いよ。来ないでほしいね。あれいねえし。なんだ。まあ、とりあえずプラグあれかな。緑のプラグがあったら使おうかな。緑が回復薬なんですよね。でもこれで探索的には今青のとこにいて、だからまあ味方間違ってる、こっちが正解だ、こっちが研修室だ。よいしょ。というわけでこれが研修室に入れますと。で、あー、ここ確か連打イベントかなんかあるんだよね。その前に探索しとこうかな。探索できるものなんか全然ないじゃないね。探索できそうなものがあったとしても大体探索できないね。昔のゲームはね、あのテクスチャーこうやっていっぱい貼るだけでも大変でしたからね。よいしょ。鍵はまだ無視するよ。新人研修をしていたようだ。じゃあ行きましょう。よいしょ。というわけで B1 予備電源室の鍵を取りました。キーの頭の部分には予備電源室、B1 と記されていると。でこれ取るとイベントが発生して恐竜来て連打イベントが発生します。でここはもう方向キーとボタンをとにかくレバーガチャするっていう、このデンジャーって出てる間にね。で連打するとこうやって助けに来てくれましたよ、ゲール。無事だったのね、助かったわ。そのクソトカゲ野郎は何なんだ。トカゲじゃないわ、本物の恐竜よ。恐竜だと。とにかくこの島は狂ってるわ、みんな食い殺されてる。食うか食われるかどこの戦場も変わらねえ。博士の方はどうだ。ひとまず俺はリックと合流する。通信機をやられちまった、やつに修理させる。さあというわけでね、これでまあリックがどうのこうのっちゅうやり取りがあって、この部屋もお役御免かな。で、その上で大丈夫だよね、帰り道特に出てこないよね。でここら辺の探索自体が終わっていて、次の目的のポイント的なところで言うと、あーなるほど、ここから抜けた方が早いんだな。ここから抜けてもう反対側の方に行ってみたいな感じで行ければ会えるかと思ったのですが、確か地下のイベントが先にできるはずで、それを後にやっても先にやっても順番的に変わらないはずなので、そっちに先に行きたいなと。お、電話？はーい。え、どこ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 ？はーい。はーい。え、違う。どれが鳴ってん？はーい。俺、これ、ロケハンで、鳴ったか？え、どれだ？え、どれかが鳴ってる感じするんだけど、あ、パーソナルコールの呼び出し音を止めた。だから、あれか、この人がポールさんだみたいな話だな。で、あ、これは ID カードで、地下どうやって行くんだっけな。やべえ、いろいろ覚えてねえ。ロケハンとは何だったのか。多分この赤い点滅のマップのとこ行けば大丈夫だな。よし、向かうか。で、あれ取れるじゃん。やったね。で、回復素材か。回復素材か。回復素材か。回復素材の運用はちょっと理解を覚えたいな。いやでもだって回復素材じゃ意味ねえべ、ね、使えないもんね。
何かしらの増幅的な役割のものとも一緒につなげなきゃいけないけど、それがどれかわからんみたいな感じだね。でメインエントランスとつながったので、まあある種開通作業が終わったみたいな感じか。確かね、ここね通ってたら窓からパリンコされるんじゃなかったっけ。窓パリーンって襲ってきた気がする。ほら、で連打系が始まるんだよ急に。よいしょ。で車に逃げて、でこうすれば無敵アングルになるよ。これ倒す？こいつにショットガン使っていいんか。あんまり通る道でもねえし、寝かせりゃいいんじゃねえかな。よいしょ、オッケー。でこの間に抜けちゃって、まあ帰り道ではもう一回遭遇することにはなっちゃうけど、麻酔時段自体がねちょっと在庫もある状態だから、こんな感じでいいんじゃねえかな。さあというわけでさらにね、進んでいきたいと思います。でここにこう来て、これスタート地点のところにあったとこですね。でここさっと横から抜けて、こいつかな。で B1 予備電源室の鍵が使えるので、これで中に入れるようになって、麻酔素材、麻酔素材ね。とりあえずこれで1開いたでしょ。でミックス、今日に麻酔素材はもういかんのか。だからやるとするならこれに麻酔素材で中2になるんじゃない。あ、今日が2個になるのか。でまあ強いのが結構あるから、寝かせる分にはなんとかかんとかって感じじゃない。でこれで中に入っていくと。オッケーオッケーオッケー。つらそうだね、ごめんね。で、B1 地下1階予備電源室のここのドアはまだ開かなくて、でこの向こう側に、あ違う違う、まずここにバッテリーが入ってて、でバッテリーをゲットして、起動用バッテリー赤を取ります。でここが何色、あここもアイテムあるな。でよいしょ、プラグだ、ラッキー。で赤青緑白ね、赤青緑白、先にだけどバッテリーを使って、で赤青緑白ね、なので赤青緑白だから、右をして、でまあ一回こうして、俺一番遠回りしてない？だってこれね、さらに6回も押す？で赤青緑白になったので、ガッチャンコして、で全部がつながってくれたおかげで、よいしょ、こいつが動き出すといい感じね。でこいつが動き出してくれることで、確かこの後リックから通信が入るよね。レジーナか、どう、地下の電源は戻った？バッチリだ、ありがとよ。悪いが一度こっちに戻ってくれないか、話がある。さあというわけでこれで次の目的地の提示もされたので、あとは帰るだけって感じですね。特にイベントがなきゃ、まああれか、途中帰るところの一箇所があのエンカウントちょっと怖いかなってのはあるけどっていう感じぐらいなもんかな。なのでまあちょっとサクッと戻っていきましょう。さあというわけで1階制御室に戻りました。どうしたの？ゲイルが地下モニターに人影を確認したそうだ。一瞬だが間違いねえ。リック、地下に降りるシャッターを早く頼む。なんだ？これは仲間からの救難信号よ。クーパーかしら？トムのやつかもしれない。研究員として潜り込んでるはずだ。発信地を特定できるか？この施設の外ね。私たちが侵入したポイントからさらに東に行ったところよ。待て、そいつは後だ。地下の人影の確認が先だ。おそらく博士だろう。なんだって、仲間が助けを求めてるんだぞ。放っておけるか？罠かもしれないぞ。やめておけ。バカなこと、罠かどうか確かめてくるさ。俺たちの任務はなんだ、はぐれた子供の引率か？あんたのやり方はよくわかったよ。
これでよし。地下のシャッターは開いたぜ。行くなら勝手にどうぞ。俺は俺のやり方でやる。管理触る。正義感気取りだ。レジーナ、俺は地下を調べに降りるぜ。さあ、というわけでございまして、ここからは選択肢がございまして、選択肢によってこちら物語が実は分岐する仕組みとなっております。さあ、というところでございまして、ゲイルの主張としては科学博士の手がかりを追いかけるべきではないか、そしてリックの主張は、仲間の救出を優先させるべきではないかというものが、それぞれ来ているんですが、ここに関してはですね、分岐のリベンジをね、ちょっとね、リックのね主張も分かるところでございますが、ゲイルの主張、科学博士の手がかりを追うにしましょう。で、ヒューズボックスのようだと、こっちがあれだよね、ID カードが必要なもう一個の入り口というところでございまして、で、こうすると地下に、移動しなきゃいけないので、制御室前廊下からですね、研究室の方に向かっていかなきゃいけないんですが、どっちだっけ、とりあえず開けるかな、一個のプラグだったら。さーて、止血剤と回復素材、ありがたいね、ありがたいね。どうしようかな、今日はまだいらねえか。うん、今日はまだいらないし、1ミリパラベラム弾になっちゃうといらないよね。で、増殖素材も結局チキンで使えないと思うから、止血剤が欲しい。で、完全回復剤だったら回復剤、いや待てよ、だとしたらこれ、回復素材の調合で回復剤、完全回復剤になるよね。うん、なので、まあ、完全回復剤を持ってること自体は何にも悪いことじゃないから、なおかつこれをまとめるにして、で、完全回復剤預けて、止血剤、麻酔中、今日こんだけありゃいいんじゃねえかな。そうね。で、こっちに2の死の。で、回復素材もあって、増殖素材も入ってて、オッケー。こんな感じにしときましょうか。で、するとね、ここのシャッターが開いてるんですよ。さっきまだ開いてなかったはずのところなのに。なので、ここからですね、地下の探索に入っていきたいと思います。さあ、で、ここ確かね、襲われるんだけど、無視だよね。なんかね、ちっちゃい恐竜みたいのがいんのよ。確か奥に。ほらでいるんだけど、で、恐竜のこと食ってるやつがいるんだけど、ガン虫で進んで OK なはずで、医務室か、医務室の中は確かプラグとかファイルとかがあった気がすんな。で、よいしょ、 ID カード、施設スタッフの人事異動の際データを上書きできる仕組みになっている。このカードの身分は軍人で、当直のドクターに新しいメモが置かれている。読みますか。ドクターシャーウッドへ、机の上の ID カードは患者の忘れ物だ。クレイ大佐が来たら渡しておいてほしい。今日の実験に備えて1階の作戦会議室でミーティングを行うとか言っていた。作戦室に入るにはこのカードが必要なので必ず渡しておいてもらいたいね。というわけで、これがどっかに入るための入室キーってことですね。で、あとはないんだっけな。どっかにフラグ、なんかプラグなかったかなとか思ってんだけど、どうだったっけな。どれか動かせるものがあれば、ちょっと軽めに探索だけするか。あったー、プラグここにありました。で、これでここ自体はお役御免でいいから、先に進みましょう。で、救急箱が途中にあって、あの救急箱本当は開けられるんだけど、まだ開けられないので、それに関しても無視ですね。ね、いいカメラワークでございます。で、これがホールか。で、ここでイベントが発生すな。カーク博士、待て。というわけでね、分断されちゃいましたね。まあまあ、レジーナか、状況は。博士はこの研究エリアにいる。見失ったが間違いね。何とかしてすぐこっちへ来るんだ。ここからエレベーターが見えるわ。1階からあれを使えばいけそうね。さあ、というわけでね、ゲイルたちと分断されてしまったので、まあ、なんとかしてあっちに行かなきゃいけないねっていう話でございます。で、とりあえずここに回復薬台があるのはありがたく頂戴しましょう。
個回復薬第1個か。ケチくせえな。なんか体力ダウンが中だからまだいけちゃう気がしてしまう。で資材を廊下に行って、で頑丈そうな金網が何かでひしゃげてて、あ、なんか出てくる？やっちゃった？やっちゃったな。やっちゃったぜ。連打イベントだべ。よいしょ。なんかごめんな、お前が悪いんだぜ。んでここのマップはなんだっけ。あ、奥に行けて、なんだっけ、そう、 B なんかどっかとどっかがつながってるんすよ。全部そうか、全部そうか。んでよいしょ、麻酔弾中、麻酔弾中か。中だったら中で混ぜちゃう、中の強にしちゃう。いやでもだとしたら2発もったいねえよな。強に中混ぜるとレベルが上がったままボリュームだけ、うーん、キープケチなんでね。ああ、そう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 。で死体が転がっててね、メモを持っている、メモを読みますか。今日忘れずにすること、研究エリアに入る DDK を揃えておく。明日科学博士のマシンを整備するためコンピューター室へ行かなければならない。確か昨日裏庭の大型エレベーターの整備を行った際忘れてきたような気がする。今日のうちに確認しておこう。 DDK のもう一枚は最近研究エリアに配属されてきた新人のトムが持っていたはずだ。借りておこう。トムのやつどうやって取り入ったのか知らないが、あの科学にすっかり信頼されてるようだ。それにしても誰もやつの経歴を知らないってのもなんだか妙な話だが、っていうね、やり取りがありまして、こっち側鍵が開けられるんだよね。で、するとこれで了解通になって、で、こっちはね、なんかね、こうやって行こうとするんですけど、道がないんですよ。なんだこれって思うんですけど、今はなんだこれのまま放置しておきましょう。もうちょっとしたらね、ここが何なのかというのも分かってきます。あれ、待ってよ。あ、大丈夫か。で、これで、あとはここの鍵が開けられるんじゃない？うん。で、この鍵開けると、さっきの予備電源室とつながるんですよ。あのバッテリー取ったところね。なのでこれで今マップ開通がそこそこできたかなみたいな感じでございますね。まあとりあえず一回戻っときましょう。で電源も押して、これで完全に開通させた状態 OK ですね。で一回改めてこちら側から上に登って、さっき一回ねバッテリーつなげた時とね同じ流れなんですが、もう一回施設裏庭の方に移動していきたいと思います。確か途中で通信が入ったはず。よいしょと。裏庭前に移動していいのか。なのでさらに奥に移動してと。リックだ、トムを発見した。それで？一足遅かったよ。死んだよ。そう、制御室で作業を続けるよ。科学の方は頼むぜ。まあ言うと、こんな言い方したらかわいそうですけど、リックの方は無駄足だったってことがわかるわけでございますね。で、こっちが行けるようになってるのかな？大型エレベーター通路。で、ここに関しては完全にガムシでございますね。なので、あ、待って、ガムシできてない！完全にガムシできてない歩き方してる。大丈夫か？俺。待って待って、とりあえずスラック弾取りたいし、待てよ。これも取りたいのよ。大丈夫か？大丈夫か？やべ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 やめてよやめてよ。あ、もう重傷だ。血も出てるね、血も出てるね。オッケーオッケー。じゃあこれで完全回復剤使えばいいってわけですよ。でさらにこの先もですね、プテラノドンが飛んでるんですな。でまさかのレジナやられてしまいます。で一回ね掴まれてしまうんです。危ない、空中戦は人間には無理。さあ銃落としてしまう。さあとりあえず一回ここで連打しとかなきゃいけない。で連打したタイミングで一回このタイミングで完全回復剤でいいよね。止血台にしとく。止血台、うん。でさっきね、危ね、やべやべやべ、さっき落としたね銃をとりあえずまず取らないといけないんですね。これがないのはちょっと困ったちゃんなので、これを回収しまして、でこっち側にエレベーターがあるんですが、こちらに関しては何の反応もない。でここに関しても何もできないというところなので、この
ないよね、大丈夫だよね。動かすやつもないよね。このドアしかないので入っていきましょう。あれでもあれだな、 あそこにもアイテムある記載あるな。で DDK 入力ディスク L をゲットしますね。でね、キーカード L っていうのは持ってるんですけど、 DDK のね暗号がないのでまだこれは足らないねっていう感じですね。さあ人が倒れてるよ。さあ DDK 暗号ディスク L ね、行ってるそばから暗号ディスクもらいました。で、施設屋外の大型設備の稼働状況を管理記録するための端末類だ。大型エレベーターの使用、ヘリポートへの発着などが記録されるようだ。なるほど。さーて、ここは何にもないでいいんだったっけ。何にもなさげだね。 OK、 じゃあそのまま次の扉に入らせていただいて。ありがたや。さあ回復台、回復材台ですね。んで確かロッカーの中には別にそういうのはなかったはずなので、で周り、マップのデータも記録させてもろて、確か何もなかったはず。よしよしよし。というわけで続いてはそのままですね。動力連絡通路か。でここに関してはですね、行きはどうでもいいんですよ、はっきり言って。回復材台、よいしょ。あー、今跳ねられた。まあ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 、あー早く起きて、早く起きて、パッパラッパ、早く起きてって言ったのに、痛い。まあでも止血はしねえべ。うん、止血攻撃ではないもんね。で奥の部屋に逃げましょうと。でここがエレベーター動力室でございます。ではしご降りてってね、もうバイオハザードで死ぬほど聞いた音だよね、今のカンカンカンって音ね。でこれは動かせるので動かして、よいしょ。アイテムも回復剤代、さすがにだけど回復剤代まとめるか。うん、こんな感じだね。でビーチクレーンカード、カードによって無人でクレーンの動きを制御する化学物質の搬入出時に使われるカードでございますね、をゲットして。でここの仕掛けがねめんどくせえんだわ。まあ言うとね、なんかボタンがあって、ボタン押したらこうやってガチョーンって動いてくれるので、これらを動かしていくんだけど、なんかなんていうの、組み合わせなきゃいけない、正しく。で確かね、くぼみがある方、どの向きから見てだっけ。今マップが、待って、あれなんだよ、本当にディノクライスの俺マップ苦手だな。視点がどれかが分かんねえんだよね。こっちだった気がする。ん？どっちだっけな。どっちかの赤からなんだよ。よいしょ。あれ、こんな複雑な赤か。まあやってみるか。で、次に緑を押して。で、よいしょ。青を押して。で、反対側の赤。絶対違くね？ねえ、絶対違くない？ねえねえ、やだー。ってことは逆だったか。一回全部直すか。あ、もうどのボタンを押したかもわかんないよ、めんどくさい。これかな？いや。なんだったっけな、あんま覚えてねえな俺。あ、ぽいぞぽいぞぽいぞ。で3まで押したから次こっちに戻ん、もう最後に押したのがあれだもんね。あー、違う違う違う、だからこれのこれだったかな。あー、違う、ずれてるよ。回収してくださーい。で、これの赤を押して赤がつながって、で確かこれが緑を押したらまっすぐで、いいぞいいぞ。で最後に青、 OK?OK、 これでパイプがしっかりと向こうと奥側がつながった状態になって、なんとなく電気がつきましたっていう仕掛けをクリアしておくと。オッケーオッケー。
で、仕掛けを起動しておいたら、この部屋自体はもうこことかから出られないから、そうで、あれだね、これによって大型エレベーターの動力を供給することができるっていうのが、あのここの仕掛けの内容でしたっていう感じになっているので、あとはここからは抜けて戻っていけばいいって感じだね。ただ戻る途中にイベントが発生しますみたいな。